リスマスライブまであと2日。これから準備もラストスパート。みんな頑張ろうね。うん、お父さんにパーティーのこと話したらサンドイッチ作ってくれるって言ってたよ。さすがサーヤのお父さん。え、スモークサーモンのサンドイッチも？うん、それも。ああと、もちろんチョココロネもね。やった。あ、カオくん、昨日はメールありがとうね。クリスマスライブ絶対行くからね。ハグー、ありがとう。昨日一番最初にメール返してくれたのはハグだったよ。確かに早かったよね。かすみがメール送った瞬間にハグミから着信あったもん。だってそんな楽しそうなことやってるんだもん。なんかハグミもお手伝いできることないかな。あったら何でも言ってね。まあ、ココロンはなんて言ってた？花丸の画像だけが来たけど、それって来るってことだよね。ココロンはもちろん参加するって言ってたよ。そっか、よかった。かすみのやつ今日もめちゃめちゃテンション高えな。隣の教室まで声が響いてきてるぞ。つーか、あのクラスメート同士で盛り上がってる感じなんか入りにくいんだよな。あ、また別のやつがかすみに話しかけてきてるし、ほんと友達多いな、かすみって。あ、アリサさんじゃないですか？あ、イブ。それに綾先輩と白崎先輩も。どうしたんですか？ A 組の教室を覗いて。ひょっとしてかすみさんたちに用事でしょうか？よかったら呼びましょうか？いや大丈夫、大丈夫だから気にしないで。ねえねえ、アリサちゃん、昨日かすみちゃんからメールが来たよ。残念だけど私たちは行けないんだけど、ライブ頑張ってね。え、あや先輩は来れないんですか？あやちゃんだけじゃなく、私たちパステルパレットはその日仕事が入っているの。仕事か。仕事なら仕方ないですよね。かすみたちにも伝えておきます。ああ、一緒に盛り上がりたかったな。本当に残念だよ。私も見に行けなくてとても残念です。ねえ、二人とも、クリスマスに仕事があるということはアイドルとしてとても幸せなことなのよ。クリスマスライブに行けないことを残念がっている場合ではないんじゃないかしら。千里ちゃん、確かに千里ちゃんの言う通りだよね。私たちもポピパのクリスマスライブに負けないくらい頑張りましょう。うん、そうだね。すみません、佐藤さん。武士として恥ずべき発言でした。武士としてじゃなくてアイドルとしてだけどね。それじゃあ、アリサちゃん、クリスマスライブ頑張ってね。はい。うわ、白鷺先輩って読めないとこあるけど、やっぱすげえ人だな。なるほど、あれがきっとプロ意識ってやつだろうね。お、奥沢さん。白鷺先輩ってやっぱすごいよね。プロ意識ってのさすがだなって感じ。ちょっと読めないところあるけど、悪い人ではないだろうし。話聞いてたの？途中からなんとなく。市ヶ谷さんならもしかして同じことを思ってるかもなとか思ってたんだけど。まあ全く同じことを思ってたけど。つうか、もうちょっと普通に登場してよ。柱の陰から突然現れたらびっくりするって。ごめん、先客がいたからつい。あ、そうだ、これを言おうと思ってたんだ。クリスマスライブ、カオルさんも行く気満々だったよ。私も行かせてもらうし。やっぱり来るよね、あの辺は。それじゃ、私はこれで。市ヶ谷さんもいろいろ大変だと思うけど、まあ
頑張ってね。うん、まあ頑張る。ありがとうね。私もちょっとは友達増えたのかもな。あ、アリサ？うわ、かすみ、お前もいきなり声かけてくんなよ。何やってるの？こんなとこにいないで普通に教室入ってくればいいじゃん。つうかかすみ、ライブ頑張るぞ。あ、アリサ？どうしたの急に。アリサがそんなこと言うのなんか変じゃない？ひょっとして熱でもある？夜はちゃんと寝れてる？変なものでも食べちゃった？熱もないし寝れてるし変なものも食べてねって。それじゃあどうしたの？いつものアリサっぽくないから心配になっちゃったよ。クリスマスライブを応援してくれてるのが嬉しいなんて絶対言えねえな。こんなにたくさんの知り合いじゃなくて友達がさ、友達、あ、そ